双葉町情報 FM いわき発、この番組は双葉町の皆さんへ情報やメッセージをお届けする番組です。双葉町役場からの最新の情報はもちろん、双葉町民からのメッセージなどお役立ち情報とともに双葉の今の声をお届けします。双葉郡双葉町、双葉町民の皆さんへさまざまな情報を発信している双葉町情報 FM いわき発。まずは双葉町役場からの情報です。はじめに教育総務課から婦人学級生活学級についてのお知らせです。婦人学級生活学級は双葉町民の方ならどなたでも参加できる学級ですので、お気軽にご参加ください。開催日時と場所は7月21日火曜日、福島生活学級は午後1時から、福島市アクティブシニアセンター青瀬において紙芝居教室を開催します。また7月23日木曜日、埼玉県加須市花水木婦人学級は午前10時から双葉交流広場において健康管理教室を開催します。また7月24日金曜日、仙台市姫萩婦人学級は午前10時から青葉区中央市民センターにおいて作品作りを行います。皆さんの参加をお待ちしております。詳しくは教育総務課障害学習係、電話 0246-84-5210 番までお問い合わせください。続いて健康福祉課から国民年金保険料特例免除の期間延長についてのお知らせです。東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴い、双葉町に平成23年3月11日時点で住所を有していた方は、ご本人からの申請に基づき国民年金保険料の免除および学生納付特例を審査するとき、所得の審査をしないことになります。対象となる期間として免除若年者納付猶予は平成27年7月分から平成28年6月分、学生納付特例は平成27年4月から平成28年3月分となります。それより前の期間について、これまで免除等の申請をしなかった方も免除等を申請することが可能になりました。ただし申請できる期間は申請した日から遡って2年1ヶ月前までの期間です。なお申請書の受付はいわき事務所健康福祉課、または最寄りの年金事務所窓口で行っておりますので、お手続きください。おしまいに健康福祉課から甲状腺検査についてのお知らせです。双葉町では震災当時39歳以下だった方を対象に甲状腺検査を実施しております。この検査は継続的に受診することが大切です。対象者の方には5月下旬に検査案内と検査可能な医療機関リストを世帯ごとに通知しております。また今年度から受診券がなくても検査を受けられるようになりました。まだ一度も検査を受けたことがない方はぜひ受診されますことをお勧めします。検査期間は平成28年3月31日までとなっております。保険証または被災証明書をご持参ください。詳しくは広報双葉7月号13ページをご覧になるか、健康福祉課健康づくり係、電話 0246-84-5205 番までお問い合わせください。以上、この時間は双葉町役場からの最新の情報をお伝えしました。
続いて今週は福島県双葉町立双葉中学校伏見康弘校長先生にお話を伺いました。それでは今日のこの時間は双葉中学校の伏見康弘校長先生にお話を伺います。伏見校長先生、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いいたします。さあ、双葉中学校の校長先生として伏見先生には今日はいろいろと伺っていきたいなと思ってるんですが、はい、まずは双葉中学校の現状を教えていただきたいんですけれども、はい、中学生は今何名が元気に通ってらっしゃいますか？生徒数は現在10名です。はい、内訳を教えていただいてもよろしいですか？はい、1年生が2名、はい、2年生が5名、はい、3年生が3名の計10名となります。はい、はい、10名の皆さん、1学期はどのように過ごされたようですか？はい、1学期さまざまな行事、はい、修学旅行、はい、学習旅行がありまして、うん、それを子どもたち自分たちでもこう計画を立てながら楽しく取り組んでおりました。はい、また中大連の方の陸上競技大会と部活動であとバドミントンの競技大会がありまして、はい、その大会に向けて1学期初めから練習をして、うん、その大会自分たちの力を精一杯出して取り組むことができました。はい、そうですね、1学期は何といっても中大連がありますからね。そうですね、相当勉強も頑張りながら部活もきっと頑張ったんじゃないかなと、はいはい、思いますが、そんな双葉中学校の2年生の公開授業が7月13日に行われました。あ、はいはい、この2年生の英語の授業を公開したということですが、どんな目的で公開授業を行おうと思ったんですか？はい、はい、と目的は2つありまして、はい、1つ目はまず双葉町立の小中学校における特色ある教育の推進状況を、うん、郡内の中学校や他の方々にも見ていただくということで、はい、特色ある教育のものとして英語教育の推進と、はい、あと ICT 活用、機器の活用ですね、はい、そういう点を、まあ、見ていただく、うん、で2点目は、はい、郡内の他の中学校の英語の先生にも来ていただきましたので、はい、その研究協議で話し合いをすることによって、はい、授業作りについての研修を行うというような目的も、うん、持って、公開しました。はい、本当特色のある教育を行っているんだということと、まあね、他の学校の先生に来ていただいてもう自分の授業の参考にも、ね、なると思いますのでね、はいはい、というのも実はホームページを私今見ていまして、はい、その公開授業の当日の様子の写真がアップされてますよね。はい、ものすごく多くの皆さんにお越しいただいたようで、生徒たちの周りをぐるっと囲む大人たちという写真になってますね。はい、はい、多くの方にお越しいただいたんですね。そうですね、うん、生徒は先ほどお話ししましたように5名ですけども、はい、その周り約30名の方に参加いただきましたので、はい、多くの参加者で囲むような形になって、はい、なってます。いっぱいでした、はい、子どもたちもある意味ちょっと緊張したんじゃないかなと思うんですけどね。そうですね。でも写真を見ると子どもたち、はい、のびのびとね授業をやってるようにも見えますね。あ、うん、そうですね、うん、英語の方の授業なんですけども、はい、担当の松本とあと ALT で、はい、進めておりまして、はい、子どもたちの、まあ、コミュニケーション能力ですね、うん、それを養うために、うん、いっぱいこう
英語で話す活動などをこう楽しみながらできるように展開してますので、はい、なるほど、はい、ではお越しいただいた皆さんの中からはどんな声が聞かれましたか？そうですね、やっぱり嬉しかったのは、素晴らしい英語の授業ですねって言われたことと、はい、あと本当に子どもたちが、抵抗なく英語を、はい、話していますねっていうふうなお話をいただいたことが嬉しかったですね。あ、やっぱり特色ある教育がそこに出ていたってことですよね。そういうふうに見ていただくと嬉しいです。ね、伝えたいことは校長先生どうですか？伝えられたなって実感してますか？あ、そうですね、本当に双葉の方の、中学校だけじゃなくて、小学校も似たようなことなんですけども、はいはい、その部分でのものを見ていただくことができたのかなと思いました。今後はこういった活動は小学校でも行っていく予定なんですね。はい、はい、2学期に今度、小学校の方でも同じように今授業公開というのがありますので、はい、見てほしいですね。見ていただければと思います、ね。はい、そしてまたホームページを見てるとどうやら先生最近プールに入りましたね。はい、ね、私も体育の方の教員なもんですから、はい、入ってみました、久しぶりに。夏といえばプールの授業どうされてるのかなと私もちょっと心配してましたけれども、はい、大京さんのプールをお借りにできてるようですね。はい、今年大京さんのプールの、一部なんですけども、はい、お借りすることができて、はい、水泳の授業が実施できることを、本当に助かってます、ね、子どもたちにとっても楽しみな授業の一つですもんね。そうです ね、夏は、はい、そうですね。そして夏休みに入りますけれども、夏休みはどんな風に過ごしてほしいなって考えてますか？そうですね、38日間という長い休みになりますので、はい、自分なりに、しっかりと目標を立て、持って、そして計画を立ててですね、はい、そして有意義な夏休みにしてほしいなっていうふうに思っております。目標を立てる、計画を立てる、大事ですよね。そうですねそして2学期を迎えると、2学期には大きな行事は何がありますか？2学期は文化祭、はい、学習発表会がありますので、はい、それに取り組んでいく予定です。ぜひ番組でもお知らせしたいと思いますので、はい、皆さんに見に来ていただきたいですね。あ、そうですね、はい、子どもたち頑張っていろいろ練習とかしていきますので、はい、見に来ていただければと思います。はい、ということで今現在の双葉中学校の様子を伝えていただきました。伏見康弘校長先生でした。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。双葉町情報 FM いわき発、この番組は双葉町民の皆さんへ双葉町の情報を FM いわきからお届けしました。